が思うに肌ってその人が懸命に生きてきた証。張りとツヤがなくなっても恥じることないと思うんです。喧嘩売ってるの？いいえ、ナノテクノロジーの話をしてるんです。ナノ？それは100万分の1ミリの世界。ナノ化した高保水ナノ化ワセリンは失われた肌の張り、ツヤだって。へえ、そうなの。実は僕、未来から来たんです。あ、信じてない。明日のことが分かるんです。アスタリフト。不思議な旅になりそうだ。富士フイルム。